おはモーニング。今日ねーねーにね呼ばれたからはるばる三鷹まで来たんですよ。こんな雨の中なのにあいつドタキャンしやがったんですよ。マジ許さねえか。今回はね、殺すぞーで有名なすするさんのイベントで濃厚豚骨豚の巣を食べに行きたいと思います。楽しみに。すするさんとは面識ないんですよ。喋れるかな。不安すぎる。ここみたいですね。はじめまして、ユッケの妹です。殺すぞー。どうもすするです。よろしくお願いします。あの悪魔がちょっとドタキャンして今日漏れないみたいで二日酔いですか。はいまんまじゃん、マジで。今日一人で初対面なんですけど、はい、来ました。いや、すいません、初めて。なんか入った時、えっと思って、なんかあれと思ってなんか違う、なんか、はい、結構頭バグりました、マジで。なんかちょ、まあ、確か二日酔いで食べるラーメンないんで、今日めっちゃ濃厚なんで、代わりにお願いします。よろしくお願いします。濃厚豚骨豚無双って知ってました？いや、ちょっと知んなくて。殺そうこれ何が入ってるんですか？これもういわゆる豚骨ですね。原骨っていうやつと、あとあの背柄って背中の骨、はい、もう本当に豚でしか作ってないです。ユッケさんも来てくれないし、リュウジさんも来てくれなくて、え、リュウジさんも来なかったです。リュウジさんも来ない、やっぱちょっと予定があったけど二人とも誰も来てくれないよ、本当に。よかったな。ここでちょっと勉強させていただいて、うん、自分でも作ってみたいと思います。嘘つけよ、おい絶対作んないだろ、マジで。嘘つけよ、本当に。坂村姉妹は適当なことばっかり言いやがるから本当に。こちらが濃厚豚骨豚無双さんの濃厚無双ラーメン海苔トッピングです。あー、はい、お待たせしました。じゃあどうぞ楽しんでください。おっす、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。おいしい。いやー、ほろほろすぎて崩れちゃう。殺すぞー。やっとるな、パックン TV。 おい殺そう。今回ね、すするさんの濃厚豚骨豚無双を食べさせていただいたんですけど、濃厚なスープが麺と絡まって、こりゃもう何杯でも食べれちゃううまさですね。味は確認できたんでね、濃厚豚骨豚無双を再現できると思います。あれ、もうなくなっちゃった、いやー、めっちゃうまかったな。でもね、味は分かったんで再現していきたいと思います。すするさん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。また来てください。はい、行きます。ということで、戻ってきました。いや、すするさんの濃厚豚骨豚アンソン、マジでうまかったなぁ。でもね、あれ、芋作れると思うんですよ。ちょうどね、来週、すするさんが、芋のね、家にね、来てくれるって約束してくれたんで、芋のね、濃厚豚骨豚アンソン、すするさんに振る舞っていきたいと思います。背柄を準備しました。なんかね、すするさんの動画を見たら、ずっと豚骨と背柄を煮詰めてたんで、今回ね、豚骨と背柄を煮詰めていきます。裏にもね、豚骨と背柄ストック大量にあるんでね、そいつを全部使って濃厚豚骨スープを作っていきます。みずー。そういえば今回ね、フォアグラは前回みたいに使い切れる未来は見えないんで、買わないでチャーシューから抽出しようと思います。そしたらね、まず沸騰するまで待ちます。ちょっと落ち着いてください。ブクブクし始めましたね。そうで、アクを取ります。今回のやつはね、洗ったりしないでそのままやる方が旨味が出るみたいなんで、このままやっていきます。食べてお家から圧力なのでタイムスリップさせていきます。やっぱりいけばいい。1時間くらいね、経ちました。一旦ね、火を止めます。前回みたいにね、爆発させないんで一旦放置させます。ちなみにね、親友の会の親友です。皆さん覚えてます？こいつ落ち着いてきたんで開けてみます。おー、いい感じ。よしわい。追加で原骨と背柄を入れました。でけっぱいや。煮詰めていきます。やっと沸騰してきました。なんかゼラチンみたいなのが出来上がってるんですけど、これってこのままで大丈夫なのかな。かわいい。よしわい。そしたらね、すするさんがね、昆布のだしを入れてたんで、昆布のだしを作っていきます。昆布水。そしたらね、これをね、寝かして加えていきたいと思います。あれから1日経ちました。見てください、これ昆布だしなんですけど、ぬるぬるしてますね。さあね、この昆布だしをポイして煮込んでいきます。ちなみにね、現状こんな感じでスパッとすすったんですけど、これ完全豚骨スープになってるんですよ。でもね、すするさんの方はもうちょっと濃かったんで、もう少しね、追加したりとかで煮詰めていきます。昆布だし投入。喉の圧力かけていきます。またまた数時間経ちました。見て、すごくね、喉がめっちゃね、
て中の身もほろほろになったんですよ。あとはね、いらないこの骨とかを抜き取って追加して煮込んでいきたいと思います。次が最後ですね。ラストスパート、これがラストのガラさんです。みーぞーラストスパート頑張ります。見てください、これで完成です。手柄を最後に入れたらなんかぐちゃぐちゃになっちゃったんですよ。でもね、これを干したら多分ちゃんとしたうまいスープになると思うので仕上げていきます。よいしょー。本当にね、量のガラだな、これ。1週間煮詰めた甲斐がありますね。完成しました。こちらがね、縁も特製の濃厚豚骨豚骨のスープです。明日ね、すするさん来るんで他のものを仕込んでいきます。じゃあ塩作っていきます。すするさんのね、チャーシューが2種類あったんで今回バラロース準備しました。ロースはね、もう紐がくくりつけられてるんでね、このままで。バラの方はね、紐でくくりたいと思います。縛り方縁がわかんねんな。こんなんでいいですかね。感染しました。細けいことはちょっと気にしないでください。まずね、なんでこんな縛ってるかも今よくわかってないんで。あとね、もう一個豚バラあるんですけど、今回ね、今背脂を調達してないんで、この豚バラの脂身を取って背脂として使いたいと思います。取れました。残りのね、豚も適当にくるくるって巻いてチャーシューにしていきたいと思います。よいしょい、できました。じゃあね、作ってきます。じゃあね、一旦こいつら煮込んでいきます。グツグツしてきたんでね、一回臭み取りとして香味野菜を入れていきたいと思います。ニンニク、ネギ、生姜、圧力をかけていきます。よいしょ。返しを作っていきます。シンプルにね、醤油とみりんを7対3って言ってたんで、それを作っていきます。醤油、みりん、完成。いけそう。にえろにえろ。煮干しとカツを入れていきます。はい、せんや。これで1日放置すれば完成です。ということで開けていきます。オープン。いい感じですね。じゃあ最後にね、これを返しに突っ込んで1日寝かしていきます。おいしょい、おいしょい、おいしょい。この背脂はね、トッピング用で取っておきます。じゃんじゃん。すするさんがね、あと1時間で来ちゃうって言うんで、残りささっと仕上げていきます。オープン。チャーシューを取り出していきます。バイ、うん、いい感じ。バイ、こっちもいい感じですね。完璧。ということで、すするさん来ていただきました。殺そう。すするさんのラーメン食べて、ちゃんとね、5日間スープを煮込んだんですよ。5日も煮込んだんすか。はい、がっつり豚骨から原骨と背ガラを煮込んで、抜いて入れてを繰り返す。ちゃんと再現してるじゃん、マジで。残りもう全部カレーシスープチャーシューは作ったんで、うん、すするさんに作っていただきたいと思います。え、俺がこれ作るんですか。え、こっから。はい、まあ覚えてるけど多分。お願いします。今スープこんな感じで。おお、すごいすごい。出ってるんですけど、めっちゃ香りますね、しっかり豚骨は。で、ちゃんと昆布水みたいに入れてたと思う。あ、入れてましたね。それもちゃんと入れました。今日の麺はこれで。本当はすするさんと同じ神の製麺で麺を発注しようと思ったんですけど、間に合わなくて、スーパーに売ってたなんかそれっぽいやつを買いました。でもこの麺うまいっすからね。またさすがに神の製麺はあれでしょ、その個人は無理でしょ。無理なんですね。いや、結構難易度高そうっすよ。大丈夫、マジ。おー、いいでいいで、スーパー入れちゃってください。これすみません、入れさせていただきました。バーイ。すずさん、私の湯切り見ててください。危ない危ないってマジで。完璧です。残りはお願いします。リュウジ用意したんで。リュウジって呼んでんの、味の素のこと。味の素はやっぱりリュウジなんで。どんぐらいかな。あ、これが返しです。え、すげえ、めっちゃ玉が入ってんじゃん。カツオと煮干しスルさんも入れてたんで入れてみます。え、すごい、めっちゃいい匂いする。お腹めっちゃなんで腹減ってる。うちょースープはこしてあるんで、このまま入れちゃってください。あ、これはもうここに、はい、ちゃんと豚の香りがすごいしてるんですよ、これね。一応ね、僕らはスープで270ミリ。豚はいっぱいとかじゃないんですね。そうなんですよ。メモ入れてってもらいます。これー
うひょー、殺そう。ありがとうございます。チャーシューもね、一応2種類用意して、バラとロースになります。すげえな、マジで再現性高い。高さして美味しそう。めっちゃプルプルだ。圧力かけていきました。うん、ネギもいっちゃってください。いきます。パラパラン。これが背脂です。すごい、背脂まで用意してんの。こちらが残った靴、歌うさんさの残る空面。全然出てない全然出てないじゃん。すごい飛び散っちゃう。すごい飛び散っちゃう。いい感じ。ラストノリなんですけど、ちょっと予算が高すぎてこれになっちゃったんです。すいません。ここまでできたんだからあるなの予算。全然ノリトッピングです。そういえば前回食べに行った時に一個足りないのがあったんですよ。何ですか。こちら虫。うわ、ガチ虫ですか。こちらのやつなんですけど、ちょっといい感じじゃなくてサソリになっちゃったんです。え、すするさん、あれ大丈夫ですか。サソリアレルギーとかないですか。これリスク書いてあるんですけど。サソリアレルギーを検査したことないですよ俺。食ったことないんだから。じゃあチャレンジしましょう。ほんまマジで。パワー系がないもう。あ、すごい。え、なんか何重にもあってリスクがあるんでね。ちっちゃ。これも入れちゃってください。あ、気持ち悪い。これでもかってくらいドロドロの残すプの中には虫が入っており、怒りのあまり卓上調味料を全部倒してしまいました。リアジー、こちらが濃厚豚骨豚味噌さんの濃厚無双ラーメンのりたくみです。チャーシュー、コロン、チャーシュー丼も完成。四川のチャーシュー丼、早速一緒に食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。いいんですか、いただいて。うん、うまい。なんだこのこってりとした中にあるこの豚無双。あ、豚感結構しっかりあってうまいわ。ちょっと麺いきますね。はい。圧倒的存在感の極太麺をそそる。殺そう。いいですね。意外と麺との絡みが悪くない。麺も近い方ですかね。もうちょいワシワシ食感あったら完璧でしたけど、でも十分うまいですよこれ。うまいです。やった。うん。チャーシューもじゃあちょっと。はい。いっちゃってください。うん。めちゃくちゃチャーシューめっちゃうまい。うん。味しみてる。肉の弾力、この感じもいいですし、肉うまいです。バラも食おう。これバラですね。いただきます。バラ言っちゃってくださいよ、ね。バラうまい。結構プルプル系に。うん。いや、めっちゃプルプル。この脂身の部分すんごい柔らかくなって。あ、柔らかくてうまいな。いや、うまいっすね。すごいな。え、これを家庭の設備で。はい。再現しました。ライバルやん。豚味噌の支店やってくんないですか。支店やっちゃっていいんですか。え、で、これ何、これこれもちゃんと再現してます。再現しすぎですよこれは。本当に再現というか、水垢についたコップないな。そういえば、おい、あ、忘れた、殺そう。え、これはじゃあ麺と一緒にしていってみますね。これリスクがあるんですけど。リスクが怖いんだから。本当にリスクが怖いんだから。いただきます。うっ、って聞こえたね。大丈夫ですか。そうそうそう、うわ、大丈夫ですか。うわ、やばい、なにこれ、まずい、まずい、謎めっちゃこんなにまずいの。おいしい。嘘つけよ、なわけねえだろ、マジで。うわ、めっちゃまずかった。すべての思い出がかき消されました、もうサソリに。虫入れちゃダメだ、やっぱ。いや、マジでラーメンに虫入れちゃダメだわ、これ。チャーシュー丼もお願いします。ちょっと誠意が足らないんじゃないですか。お願いします。いただきましょう。うわ、すごい、このチャーシューもめっちゃ美味しそうだな。チャーシュー丼いただきます。うん、めっちゃうまい。美味しい、でもさ、チャーシューが美味しいよ、本当に。じゃあ今回のこのラーメンとチャーシュー丼、すするずポイントは何点ですかね。すするずポイント 4.5。 これは何点満点。何点満点かは分からないですか。 4.5。 高い方で、いや高い方ですよ、かなり。じゃあ焦った、100点満点と 4.5 かどうそんなわけない。あ、確かにサソリ入ったら 3.7。 でもサソリ以外はというか、でもこのなんか再現してくれたことにまず感動しました。やっぱりこれまあしっかり豚骨を炊き上げて、さらに背脂も入って、いやなんかトッピング量もすごい美味しかったし、うん、チャーシューとにかく美味しかったですよ。ホロホロ柔らかくてプルプルで、でもラーメンはすごい美味しかったです、本当に。これって今回なんかツールさんの動画を見て、うん、なんかちゃんとレシピとかは詳しく説明してなかったと思うんですけど、うん、正解って何だったのかちょっとお聞きしたいなって思って。ああ、このラーメンの正解、はい、とにかくやっぱ豚無双の特徴としては、はい、これでもかってぐらいドロドロな濃厚スープ、そしてわしわしとした食感の極太麺、この2つがやっぱ豚無双のも肝心要な部分なんで、でもそのこれでもかってぐらいドロドロな濃厚スープがしっかり再現されてたんで、うん、美味しかったですよ。スープはもう OK、 スープ大丈夫でしょ、もう麺はちょっと、まあそうですね、まあ、どこらこれ難しいと思うんですよね、もう家で作るのは麺は。ここまでできたらマジで100点かもしれない。皆さんもぜひ作ってみてください。作れるかい。普通に作れないだろこれ。じゃあバイバイバイ。